どうもこんにちは、リオです。今日の動画では僕が今まで行ってきてめちゃめちゃ効果的だったなって思った、英語学習法を紹介していきたいと思います。ちなみに僕は大学生の時に TOEIC 960点とか英検1級を取ったんですけど、高校を卒業してから英語の勉強法をガラッと変えてみたんですね。で、それがめちゃめちゃ効果的で、その英語の勉強法のおかげで僕の英語力が高校レベルから英検1級とか取れるくらいにまで伸びたって言っても過言ではないくらい英語力が上がったんで、今回はその勉強法についてお話ししていきたいと思います。皆さんの中には英語を勉強し始めの人もいるでしょうし、これまで結構英語を勉強してきたっていう方もいらっしゃると思うんですけど、今回紹介する英語の勉強法は比較的どんなレベルの人でも取り入れられる勉強法だったり習慣になるんで、めちゃめちゃ参考になると思います。で、まあ早速なんですけど、結論から言うと、僕は英語の点数じゃなくって実際の英語力を上げる勉強法をこれまでしてきました。今まで英検、TOEIC、TOEFL っていう風に英語の試験を受けてきて、英検1級は結構勉強したんですけど、それ以外の TOEIC とか TOEFL って僕あんまり勉強はしてなかったんですよ。まあ勉強してなかったって言っても、TOEIC だったら3ヶ月とか、TOEFL だと1ヶ月くらいは勉強してたんですけど、それでもめっちゃ勉強してたっていう感じでもなかったんですね。っていうのも、なんでそんな短期間の勉強だけで、TOEIC 900点とか TOEFL 100点が取れたのかっていうと、それまでね、英語力を上げてたからだと思ってるんですね。例えば今までに TOEIC の勉強だけをしてたら TOEIC の点数は上がるかもしれないけど、 TOEIC 以外になるとあんまり応用って聞かないと思います。 TOEIC をめちゃめちゃ勉強して900点が取れたとしても、その人は TOEIC しか勉強してこなかったわけなんで、別の TOEFL っていう試験を受けてみると全然歯が立たなくって、またその TOEFL っていう試験の試験勉強を一から始めないといけなくなるっていう風になると思います。こういう風に英語の試験勉強だけをしてると、いざ英語が必要になった時にこうあんまり応用が効かなくって全然英語が使えないみたいなシチュエーションになることって多いと思うんです。ここで僕がしてた英語の勉強法を紹介するんですけど、それが英語の試験勉強ではなくて英語力を上げるための勉強をするっていうことになります。最初から英語力を上げておけば、いざ TOEIC が必要になったり TOEFL を受けないといけないってなった時に、まあ、少しの勉強だけで、すぐに点数が取れるようになります。僕も英検とか英語の試験勉強っていうのはもちろんしてきたんですけど、それ以上に英語力を上げるっていうことを意識して、これまで英語の勉強に取り組んできました。なので今回は英語力をどうやって高めればいいのかっていう話を、残りの動画でしていきたいと思うんで、ぜひ最後まで聞いていってください。で、まず僕が英語力を高めるために何をやったのかっていうところなんですけど、これは大きく分けて3つあります。1つ目が単語力を伸ばす、2つ目が英会話で実際に英語を話す、で3つ目が英語の環境を作るっていう、この3つになります。で、僕が英語力を高めるためにやってきたのって本当にこの3つくらいです。これだけやってれば結構いろんなスキルがカバーできるんで、いざ英語が必要になったっていう時でもこういろんな状況に対応できると思います。ということで、それぞれ詳しく見ていこうと思うんですけど、まず1つ目が単語力ですね。で、単語の効率の良い覚え方については他の動画で結構詳しく話してるんで、単語を効率的に覚えたいっていう方は、概要欄にリンクを貼っておくんで、そちらから合わせてご覧ください。今回は僕の経験も踏まえて、僕がどうやって単語を伸ばしていったのかっていう話をしていきたいと思います。まず僕は高校時代英語がそんなに得意じゃなくって、その最初の方は学年で180位とか、偏差値50とかそのくらいのレベルだったんですね。当時はあんまり単語とか勉強したことがなくって、まあ、語彙力がほぼゼロの状態でした。で、そこから高校3年生の時には学年で1位とか2位を争えるくらい英語力が伸びたんですけど、その英語が伸びるきっかけとなったのが単語でした。おそらく高校で勉強する単語帳の数ってせいぜい1冊とかだと思うんですけど、僕は高校卒業するまでに単語帳を3冊は勉強しました。っていうのも、僕当時は国語力とか推測する力っていうのがなくって、長文とかでわからない単語が出てきてもあんまり推測とかできないタイプだったんですよ。それでわからない単語の推測ができないんやったら、もう単語力を増やすしかないやろっていう結論に至って、そっからめちゃめちゃ単語を勉強するようにしました。もちろん文法とか基礎的なところは理解ができるまで勉強はしてたんですけど、やっぱり単語っていうところに一番力を入れてました。その結果、学年でも1位とか2位が取れるようになって、高校3年生の時には英検準1級が取れるくらい英語力が上がりました。で、高校卒業してからも僕は単語帳を5冊くらいやり込んだりして、そのおかげもあって TOEIC に関しては一切単語帳を使わずに900点以上取ることができました。
なので高校生だろうが大学生だろうが社会人だろうがどんなレベルの人でも単語に力を入れるべきやっていうのは変わらず共通していると思います。でちなみにどんな単語帳を使えばいいのかなんですけど、まあ、これは自分のレベルに応じた単語帳を使えばいいと思います。例えばなんですけど英検の単語帳は分かりやすくって、自分のレベルが2級ぐらいなら2級の単語帳を使ったり、まあ、自分の英語力に自信がある方なら1級用の単語帳を使ったりっていう風に自分のレベルに応じてこう単語量を増やしていくことができるんで、英検のパス3っていう単語帳はおすすめですね。で僕があんまりおすすめしないのはトイックの単語帳ですね。でトイックの単語帳は僕は本屋で軽く見たことがあるんですけど、トイックに特化されすぎてて、例えばトイック900点用の単語帳でも結構簡単な単語がたくさん載ってるんですね。それに比べて英検の単語帳は結構広い範囲で、網羅されてるんで、まあ、トイックの単語帳よりも英検のパス3っていう単語帳を使うことをお勧めします。あとは YouTuber のアツさんっていう方が出版されてるディスティンクションっていう単語帳もいいと思います。結構初心者、上級者、あんまり関係なく勉強できて、かつ実際にネイティブに使われている単語が載ってるんで、かなり役に立つ単語が揃ってる単語帳だと思います。なので、もし僕の英語力が高校卒業レベルだったら、英検準1級のパスタンっていう単語帳と、あとはアツさんのディスティンクションっていう単語帳の2冊で単語の勉強を進めていくと思います。こういう風に単語を中心に勉強を進めていくと、いつの間にか長文とかも結構読めるようになってると思うんで、まあ、自分のレベルに合った単語帳で、単語力を高めるようにしていってください。はい、で次に紹介するのが英会話ですね。英語を学習してる方の中でも英会話に力を入れてるっていう人は結構少ないんじゃないかなって思います。ただ英会話をすることによってスピーキングができるようになるだけじゃなくって、実際の英語だったりよく使われてる表現っていうのが分かってくるようになるんで、そういう意味ではスピーキング以外のところにもつながってきます。で実際のところ試験で勉強する英語と実際に使われてる英語ってめちゃくちゃ違ったりするんで、まあ、そのギャップを解消してくれるのが英会話だったりします。ちなみに僕は高校卒業してからすぐにオンライン英会話を始めました。その当時はレアジョブっていうオンライン英会話をしてたんですけど、毎日30分くらいの英会話を1年半くらい継続してました。まあ、たまに忙しかったらやらない日とかもあったんですけど、まあ、基本的に1日30分英会話を練習するっていう風に決めてましたね。で僕はそれのおかげで同じ大学にいた留学生とも友達になれたり、TOEFL とか英検のスピーキングでもこうあまり対策をせずにいい点数が取れたんで、まあ、オンライン英会話をやっててむちゃくちゃ良かったなっていう風に思ってます。で正直オンライン英会話とかって最初始めるときは結構抵抗があると思います。僕も最初始めたときはめちゃめちゃ緊張しててあんまり話せた記憶がないんで、その気持ちはわかるんですけど、まあ、話せないからこそそのために準備をするじゃないですか。例えば今日はこのフレーズを言うぞとか、この単語を会話に入れてみようとか、で実際その準備がめちゃめちゃ大事で、準備さえしてれば本番になるとあんまり緊張しなくなったり案外話せたりするんですよね。正直スピーキングってそういう準備の積み重ねだと思ってるんで、それを毎日続けていけばいつの間にか抵抗なく話せるようになってると思います。それでそうやって英語が話せるようになれば、いざ英検とか TOEFL を受けないといけないってなった時でも最小限の勉強だけである程度の点数が取れたりできるんで、皆さんも英会話っていうところに軸を置いて英語学習を進めるようにしてみてください。はい、それでは次で最後になるんですけど、最後に紹介するのが英語の環境を作るっていう勉強法というか、まあ習慣になります。で英語の環境を作るってどういうことかっていうと、まあ、普段から英語に触れるっていう習慣をつけておくことですね。で具体的に僕が何をしたのかっていうと、これは大まかに分けて2つあって、1つ目が英語で調べる癖をつけるっていうこと、で2つ目が英語でノートを取るっていう、この2つになります。僕はこの2つの習慣を常に行ってたんですけど、これを毎日行っていれば英語力がかなり飛躍すると思います。っていうのも、1つ目の英語で調べるっていう習慣だと、まあ、調べた時に全部英語で読むことになるんで、まあ、リーディング力がつくのと同時に実際に使われている英語にも触れることができますよね。それを続けることによって英語の記事を読むっていうことに対する抵抗がなくなって、英語の文章が比較的スラスラと読めるようになります。もちろんわからない単語があったら調べるんで、まあ、最初の方は結構時間がかかったりするんですけど、まあ、慣れてくれば案外スラスラと読めるようになるんで、まあ、この英語で調べるっていう習慣は英語力を伸ばすのにマストな習慣だと思います。で次、二つ目の英語でノートを取るっていう習慣なんですけど、これはいろんな状況で使えると思います。例えば僕だったら大学の授業中に、日本語の授業だったんですけど全部英語に直してノートを取ったりしてました。
あとはバイト中に英語でメモを取ったり、ふと思いついたことを全部英語で iPhone のノートにメモをしたりっていう感じで、常に英語を頭の中で考えるっていう生活を送ってました。もし英語が初心者で、そんな全部が全部英語でメモを取れるわけじゃないっていう人だったら、まずは1日のトゥードゥーリストとか、その日の計画っていうのを単語だけでもいいんで英語で作ってみるっていう風なことから始めると意外と習慣づいたりすると思います。まあこの2つの習慣は英語力を高めるにあたって必要不可欠で、僕はこれをしてきたからこそ今の英語力があると思ってるぐらい効果的な勉強法なんで、皆さんもぜひこの2つの習慣を身につけるようにしてみてください。ということで、以上が僕がとても効率的だと感じた英語の勉強法になります。これは僕が高校卒業してからずっと行ってきた勉強法になるんで、まあ、僕としては本当にこの勉強法に助けられたなって感じる部分が今でも多くあります。なので皆さんにとっても、この勉強法で英語力が上がるきっかけになる人っていうのは絶対にいると思うんで、ぜひこの勉強法を英語学習の一環として取り入れていただければなっていうふうに思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。僕のチャンネルではこういう風に僕が今まで行ってきた英語学習だったり、アメリカの留学や就職に関する動画も配信してるんで、興味のある方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画が少しでも参考になったなっていう方は高評価とチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いします。それではバイ。